あれ？さっきの、ねえ、ダンベルは？え、大丈夫？おじさん。どうすればいいの？私。私は一体どうすればいいんすか？なんかメモリーないかな？あ、なんか見れそう。おー。ん？外れたけど特に何も。なくなった！隙間から落ちたか？え？これも外せるけど。あ、なんか出てきた。時間が真実を告げる。何？意味深な言葉。さっきのやつは別に剥がしたことに意味はないんかな。あーもう人ん、あれ？なんか来た。おー、なんか出てきたよ。デジコード。さっきのやつか。え、違うな。こんなところにデジコードがあったなんて気がつかなかった。どうしてだろう。パスワードなんて全くわからないよ。ねえ、こっちは？ねえ、これこれ。もうそっちがついたけん、そっちだけになってしまった。じゃあ次はコードらしきものを見つけんといかんのかな。コードね。上には上がれないのか。こっち側は？何もないな。なさげ。この上は？上がれんの。いけんのか。この辺は？何もないな。コードは何だろう。わからんのか。外に行って、モモに話を聞いたらなんかわかるかな。じゃあ行ってみよう。え？もう塞がれとるやん。おいー。おい、出せや、おい。モモ出してくれー。なんだよ、どうすればいいんだよ。塞ぐなよ。何もできないんだが。他にできることもうなくない？時間が真実を告げる。これヒントってことなんかな？時間が真実を告げる。時計ってこと？ 4 桁やったし、今。そういうこと？え、待って。2511。え、かな？ 2511。あ、なるほど。ま、あのね、文字意味がないわけないよね。ちょっと無言で入っていくなって私が開けてあげたのに。なんかある？なになになに？この部屋見たことがないや。ずっと隠してたなんて信じられないよ。この設計図、ザーク用の武器のことだ。パパは秘密主義だったからな。パパがね、武器は理論的には動作するけど、本当の環境でテストしたいって言ってた。スラムを出てアウトサイドに行ったきり、戻ってこないんだ。武器を持って出て行ったんか。観察結果、可愛い音だが敵対心あり。人間時代の古いバクテリア、雑食、暗闇でも完全な視界。強い光に反応。これは、ザークの標本的な感じかな。強い光に反応ってことはさ、ライト当てたら大丈夫なんじゃない？ここで何か面白いもの見つけた？いや、何かアイテムゲットして見せれるんか。これを、落とせるぞ。中に何かあるんじゃ。あ、なんかある。壊れたトラッカーを入手。入手？取得。なんかあったよ。うわ、ザークの標本めっちゃいっぱいあるやん。なんかね、これ、トラッカーって何？待って、
思い出した。これはパパのトラッカーだ。なんかイントネーションもよくわからんのやけど、トラッカー？トラッカー？パパはいつもトラッカーを使って、僕がどこにいるかチェックしてたんだ。今度は僕たちの番だ。これでパパを探そう。GPS 的なもの？パパがまだ生きてるかもしれないなんて信じられないよ。すっごくパパに会いたいよ。ザーク用の武器が必要だよね。パパは確かに持っていったよ。トラッカーを直そう。そうすればパパを探せるから。スラムのどこかに直せる人がいると思う。こっちに来て。ドアを開けてあげる。待って、まだなんか調べれるもんないか見たいんだけど。これもなんか落とせるぞ。お。あれ落としたけど、別に、なんも入ってねー。そんなことある？そんなことあります？ディフラクサー設計図。コンセプト、光ベースのハンドガン。あ、強い光に反応って書いとったけんね。プライオリティ、低、外観、サイズ、デシベル放射。プライオリティ、高。実環境でのテスト。目標、1秒につきザーク20匹破壊。めっちゃすごいやん。いいやん、いいやん、それ。他は？この辺別に見れるもんないんか。お。ロボットニュースヘッドライン。ザークは制御不能になりました。金属製品も食べるようになりました。途中で進化したってこと？怖。最初のうちは金属は食べんかったんや。もう、あとはなさそうかな。この上登れんのや。あ、開けてくれたんやね。トラッカーを直さないと。君は賢いから、スラムで助けてくれる人を見つけられるよ。助けてくれる人って誰？助けてくれる人って誰？お知らせ。楽譜を探しています。ギターで雰囲気のある演奏をします。お持ちの方は私のところまで持ってきてください。私はエレベーターの近くに住んでいます。モルスク。読み方がわからんけど、まあ、ね。ギター弾き寄った人よね。ねえ、助けてくれる人って誰？あれ？さっきの、ねえ、ダンベルは？大丈夫？おじさん。男か女か知らんけど。ねえねえ、大丈夫？こけたんやけど、この人。あ、もしかして、今からここで漁る？今からここで漁って、ダンベル持ってく？あ、そういうことっぽいな。どこに持っていきよんやろ。怖い怖い怖い。なんか殴り殺されそうで怖い。でさあ、どこに行けばいいんやろ。どこに行けばいいんすか、私。怖い怖い。入れる？あ、入れる。お、スーパースピリット洗剤取得できるよ、これ。イエーイ。そんな感じで取得しよったんや、今まで。うわ、汽車ね。めっちゃ汚くない？ボロボロやん。でも一応ちゃんと洗濯はしよるってことなんかな、これ。ん？今なんかあった？椅子に上がれる。でも、こっから別にどこにも行けんな。てか、ペンキそんなんで取れる？あ、どうも。あの人またペンキを洗ってる。洗剤全部使っているんだろう。洗剤。この人に洗剤渡してもよね。満タンのスーパースピリットボトルなら、高額のお金を払う人もいるだろう。そうなんや。ねえ、助けてくれる人って誰かな？知っとる？トラッカー？
なんじゃそれ。ハイテクなものはわからん。バーに行ってみなさい。バー？ありがとう。ヒントくれた。助かるー。バーってどこでしたっけ？あれ、え、あれ、あれやな。ん？あれ、モモじゃない？こんなんじゃなかったっけ？え、君モモだよね。全然違った。あれ、こんなんじゃなかったっけ？ゴミ箱の中の素晴らしいものを見ろ。宝物でいっぱいだ。ブツブツ交換マンのところへ行きなさい。そこにはあなたが欲しいものがあるはずだ。何？私の欲しいものって。わからんねえけど。何やってんだ、あれ。踊り？とりあえずバーにね。来たぜ。来たぜ、来たぜ。ももかな？再接続に手間取っているよ。そっちは、シームスから何か聞けた？このトラッカーが。面白そうな機械だね。でも壊れてる。村に直せる人がいるかも。バーには行ってみた？ここでしょ、バー。マスターか？いいよ。ねえねえ。見かけない顔だね。いかがいたしましょう。これこれ。もう何回も会ってんだけどな。なんて美しい装置だ。この辺では見かけないね。こういうの直すの得意な人を知っているよ。すごい才能がある人なんだけど、ちょっと、その、まあ見ればわかるさ。彼の名前は、エリオット。なんか名前聞いたことある気がするな。オフィスはここの左側にあります。グランマのお店の近くですよ。彼のドアにはマークがいっぱいあります。左側。ふんふん。こっち。これかな？あ、これや。一回来たとこやね。エリオットプログラミング。ドアをノックして開くのを待て。ノックノック。あ、そっか。爪とぎ、爪とぎ。開いた、開いたー。いいよ。どうも。エリオットあれか、上の階の人やったっけ？これ楽譜やん。え、あったっけ、そんなとこに。他は別にないな。今、開けてくれた人ではなかったよね。上の階で、こいつか。はい、どうしましたか？これこれこれ。わお、すごいトラッカーですね。とひま BR2000 モデルです。これを使えば誰でもトラックできますよ。私も試していいですか？トラックできるってどういうこと？直し方はわかるのですが、こんなに震えているとキーボードを使えないのです。病気か何かでしょうか？気分が悪いのは確かです。大丈夫？なんか薬とかやってない？禁断症状じゃなくて？こんなに震えていては作業ができません。毛布があれば震えが止まり、トラッカーを直せるかもしれません。寒いの？寒さとか感じるんや。そういう感じ。ん？これは別に何も関係ない。よな？毛布、毛布。どこ？毛布。これじゃないな。これは取ってなかったメモリーかな。この木は科学の脅威です。注目すべきは人間の工夫です。人間は太陽光がない世界でも木を育てる方法を見つけたのです。オーガニックライフには街の空気を浄化する木々が必要です。ロボットには必要がないのですが、彼らは育て続けています。人間たちがやりたかったことです。お。毛布、毛布、毛布。ないな。え、これか？ではないのか。で、毛布は毛布、一回？ねえ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 。え？この辺にある？毛布。いや、ないけど。ねえ、毛布は？エリオットはくよくよしてばかりいる。もうそんなに多くはないが。この傾向は先祖から受け継がれたものさ。彼に働いてほしいなら、何か服を渡してごらん。
元気になると思うよ。やっぱ寒いんだね。え、毛布じゃなくて服？でも、ま、本人毛布って言ったけん、やっぱ毛布なんかな。ねえ、どこにあるん？ねえねえ、どうすればいいと思う？その身ぐるみ剥がしていい？グランマがこのマフラー編んでくれたの。すげえ、素敵だと思わない？彼女編み物がすごく上手なの。作ってくれるんやないん？そんなことないか？グランマってどこや？あ、服のマークがあるね。ってことはそういうことか。グランマ。え、どこ？これ？違うか。グランマ、あ、こっちやな。グランマ、あ、あれか？ここですか？グランマの服屋。服屋さん近くにあるやん。ってことはこれやな。とにかく編み物が大好きなの。マフラーは770キロもう編んでてやりがいを感じるわ。マフラーってそんな単位で表すっけ。電気ケーブルを持ってきてくれればポンチョを編んであげるわ。電気ケーブルでポンチョを編むってどういうこと？あなたに似合うと思うの。でもこの辺でそれを見つけるのは大変ね。じゃあどうしたらいい？電気ケーブル？どこにあるん電気ケーブル？電気ケーブルどこよ？何それ、スリスリすることができるん？かわいいね。電気ケ、あ、ブツブツ交換もしかして。あ、この人やない？ねえねえ、電気ケーブルある？何これ？こんにちは。私はマーケットの商人だよ。あなたが何かをくれれば、私も代わりに何かを渡そう。シンプルだろ？これは古代の遺物さ。先祖の才能の証さ。エネルギードリンク缶3個と交換するよ。これは譲れない。あ、これ電気ケーブル。これは電気ケーブルのセット。このマーケットで一番高品質のものさ。おー、スーパースピリット洗剤と交換するよ。私が出せる最高のものだね。じゃあこれ。ちょ、待って待って、はよはよ。はい、これ。はい、どうぞ。イエーイ、やったね、ありがとう。助かるー。ちょ、これを持って、グランマのところに行けばいいんよね。あ、グランマ、グランマ。あったよ、電気ケーブル、渡すんやないん。ほらほらほら。え、なに？めっちゃ手振りよんやけど。なんか話しよる。取引中今。で、それ渡すってことやろ今から。ん？違うんか？会話しよるだけ？でもこの後、あれ？渡さんのかーい。でもあそこに戻るまでにはなくなっとるもんね。手に持っとるダンベル。はい。こんにちは、おちびさん。持ってきたよ。電気ケーブル。はい、どうぞ。ありがとうね。すぐに編み始めるわ。電気ケーブルで編むってこと？布じゃないんや。え、すごいな。ポンチョー。はい、どうぞ、おちびさん。お似合いよ。この猫に合うサイズやったら絶対合わんくない？エリオット。確実に合わんくない？大丈夫なん？なんか、指先ぐらいしか入らんくない？ここか。ガリ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 。入りまーす。足の隙間から。いつでも自由自在に入るし、出ていく。なんか変わった？え、こんなきらびやかじゃなかったよね。なになになに？なんか天井にも映っとるけど。トラッカーはここにありますよ。しかし、何か体を温める布がないと。あるよあるよ。え、どこに？ないやん。あ、これ？ちょ、楽譜と同じような見た目にするのやめてもらっていい？わかりづらいんやけど。楽譜にしか見えんかったわ。
どこでこれを見つけたのですか？すごいです。試させてください。めっちゃちっちゃくない？え、でかいでかいでかい。猫のために作ったのにこのサイズ感。それはそれでおかしいけど。もうグッバイ震えです。作業ができます。やっぱ寒かったんやね。ありがとう。必ずあなたのトラッカーを直してみせます。どれどれ？ここをアップデートして、ここをこうして。じゃーん。お、修理されたトラッカーゲット。できました、おちびさん。探している人をトラックできるといいですね。トラックってどういうことなんやろ？見つけるってこと？要は私的には、この GPS の機械とかそういうことやと思ったんやけど、まあそういうことやね、きっと。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、ってことでさ、なんかトラッカー修理してもらったんやけど、え、修理してもらってこれはなんだ？またももに届ければいいんかな。もうわからんかったとしたらまたバーのマスターにでも話聞いたらヒントくれる？バーってなんか情報が集まる場所みたいなイメージあるやん。RPG とかでも。